言ってました。踊るかやるね。そうです、白雪が悟りを奏でていただきます。みんな自分で組んでます。皆さんこんにちは、私たちリングリークです。白雪です。るいです。くです。くらです。はい、ということで生誕祭お疲れ様です。お疲れ様でした。見かけの生誕がね、無事11月5日はい、終わった。でね、来場してくださった方々ありがとうございました。ありがとうございました。メンバー3人の生誕祭が終わっちゃったということで、はい、次は私になるんですけど、はい、本日のトークは私の生誕祭の見どころをちょっとお話ししたいと思います。実はね、生誕祭って名打つのは今回が初めてなんですけど、うん、まあ去年の誕生日にもライブをやらせていただきまして、その時に瀬戸りを組む段階で、まあ、白雪の好きにしていいよって、同じ曲何回かやっても面白くていいんじゃない、白雪がやりたいならって言われてたんですよね。白雪 The Reason っていう曲がとてもとても好きなんですけど、去年はふざけてやんなかったんだけど、じゃあ全部 The Reason にするかっていうのをね、チロチロと配信とか Twitter とかで書かせていただいたんですけど、今年もなんと白雪の生誕なので白雪が悟りを組ませていただきます。みんな自分で組んでます、うん、そうですね。自分で背取りを組むっていうのがディープギーク恒例なので、楽しみにしていただけるととっても嬉しいです。はい、今回はリズンが何回来るかね。リズンじゃない可能性もあるからね。リズンじゃない可能性もあるか、ここまで言ってリズンじゃないっていうのはそれはちょっと面白いかなって、まあ、見どころポイントとしては覚悟しておけよっていうところと、メンバーも含め体力をめちゃくちゃ消耗するということですので、ね、もうすでに体力消耗せずにやったんで、うん、楽でしょ。あははないでしょ、うん、大丈夫だよ。声枯らすことはないでしょ。声枯らすことはないでしょ。ないでしょ。ないでもないでしょ。自覚も出そうとしてまあね、うちのるいちゃんがね、のぶとり声で、のぶとり声で、ほんとだよ。そう、それはね、動画が上がったらお楽しみいただけたら語り継いでいこうと思います。じゃあ、白雪の生誕でものぶとり声で頑張ってください。はい、よろしくお願いします。枯らしません。もう枯れてるよ。枯らしませんが枯れてるでね、まあ見どころポイント2としては、クレアがグッズを生誕 T 出してたりとか、うん、見かけが特典でアクキーを作ってたりとか、うん、っていうのもありまして、白雪もグッズを考えてあります。そちらはですね、一応缶バッジという形になってますので、ぜひそちらを取り付けていただけると嬉しいです。頑張りました。なんと白雪の実写じゃなくて、今回は某イラストレーター篠宮クレアさんにイラストを制作をお願いしておりますので、こちらのですね、白雪篠宮クレアさんにイラストをお願いしております。ぜひそちらもね、お手元に迎えていただけると嬉しいです。そしてなんとこれが一番大事、おっ、白雪の生誕で新曲発表ございます。イエーイ。ディープギークのですね、新曲を今回白雪が作詞作曲させていただきました。イエーイ。本当にディープギーク、今まで3人でやってきたディープギーク、そして4人になったディープギークっていうものの歌詞、いろいろね、当初から歌詞変えて、これからディープギークがどん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 成長していく姿をみんなに見てほしいっていう意味の込めた歌詞と曲になってますので、ぜひ一番最初のパフォーマンス披露をぜひ見に来ていただけたらと思います。でね、振り付けはるいちゃんとみかけが考案してくれてます。よく頑張った。ありがとうございます。ありがとうございます。本当によく頑張りました。えらいえらい、メンバーで作った曲となってますので、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんとワンコインなので、ワンコインプラスドリンク代となってますので、ぜひよろしくお願いしますということでね、メンバー一同新曲のパフォーマンスに向けて頑張ってますので、ぜひそちらも要チェック、よろしくお願いします。チェキラチェキラ。11月23日原宿マジで集合ということで、よろしくお願いします。どすこい。以上、私たちディープギークでした。チェキラチェキラチェキラ。衣装も違うよ、それ先に言えよ。